皆さんごきげんよう。桃地作ったよ。使ったものたち。頭。お口。口の形を整えるよ。へこんだ口周りにわたわたを足すよ。口の中は2色。濃い赤を奥に。明るい赤はベロ。お目目に入る前に印をつけるよ。お目目。右目は苦手。目の白を刺すよ。顔の色を刺していくよ。お顔がツヤツヤになるまで刺したら、お口の黒枠を刺すよ。おでこの金具。金具に光を差すよ。全部同じ位置に光を差したよ。
いグレーを指して影を作るよ。忍者服を指すよ。耳を差し付けたら、付け根の形を整えるよ。にっこりおめめ。ないですが、ほっぺは左右です。体。襟元のコンを刺すよ。編み編みのインナー。なるべく薄く整えたら、体に巻くよ。余計な部分はハサミで貯金。帯を巻くよ。帯の結び目もね。
けるよ。腕の編み編み、首元と同じように斜めに刺すよ。ここまでは良いんだけど、逆斜めをかぶせるのが刺しづらかった。手首の少し太いところ、腕を体につけるよ。少しつま先をつけるよ。足を生やすよ。頭と体をテクノロートでつなぐよ。先をとんがらせておくよ。ボンドをつけて、差し込むよ。頭も同じように、忘れていた尻尾をつけたら、ももち完成。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。また見てね。